以上をもちましてアイスダンスフリーダンスの競技を終了いたします。 This concludes the competition for ice dance free dance。アイスダンスの表彰式はペアフリースケーティングの競技の終了後に行います。 The awards ceremony will take place after the pairs free skating。 なお間もなくキス&クライにおきまして優勝カップルのインタビューを行います。準備が整いますまでしばらくお待ちください。ありがとうございます。放送席、そして会場の皆さん、今年の NHK 杯フィギュア最初の優勝者、アメリカのマイヤー渋谷選手、アレックス渋谷選手です。おめでとうございます。 Thank you so much。 NHK 杯初優勝ですけれども、今どんなお気持ちでしょうか。 We feel absolutely amazing. We think our program went really well today. You were all so supportive and we had such a great time skating for you.非常に嬉しく思っています。非常にいいプログラムの内容だったと思いますし、お客さんの皆さんの応援のおかげでとても楽しく滑ることができました。ショートダンス終わって3位でしたけれども、今日はどんな滑りをしようと心がけたんでしょうか。お兄さんのアレックスさん。We were very happy with our performance yesterday. We were confident about going into the free dance today, and we knew that skating in front of all these supportive fans, we'd be right at home. And we're very happy with our performance, and it's great to win our first Grand Prix here in Japan.そうですね、昨日からもう演技には満足していましたということで、今日は自信を持って臨めましたし、日本の皆さんの応援がまるでアメリカで演技している同様な環境であるというのは分かっていましたので、皆さんに楽しんでいただけるいい演技をすればいいんだと。で、実際それができたおかげで、ここ日本で初めて NHK 杯優勝ができました。去年も世界選手権で素晴らしい演技を見せましたけれども、今年はこの後どんなところを目標にしていきますか。 I think our goal is always is just to continue improving. Last year was great for us, but we know that this is a different year, so we're really happy with our programs and we're ready for the yesterday year.そうですね、いつも向上し続けるということを心がけたいと思います。昨シーズンはおかげさまでいい成績を収めました。でも今シーズンはまた気持ちを切り替えて、これからは全米選手権もありますので、それに向けて頑張っていきます。渋谷兄弟のお二人には本当にね、日本にたくさんのファンがいらっしゃいますので、お二人から日本のファンに一言ずつメッセージをお願いできますか。ありがとうございます。Thank you so much to everyone who showed up here in Sapporo. The crowds have been great all year, and we're looking forward to watching the rest of a terrific competition. 札幌まで足を運んでくださった皆さん、ありがとうございます。皆さんの応援のおかげで非常に演技ができました。そして私たちもこの NHK 杯、あとは楽しむのみです。アイスダンス優勝、アメリカのマイヤー渋谷選手、アレックス渋谷選手でした。